オプスデーは、キリスト教のローマカトリック教会の組織の一つ、属人区である。カトリック信者が、世俗社会での自らの職業生活を通して、自己完成と生成を追求することを目的にしており、仕事や家庭生活など、日常生活のあらゆる場面において、キリストと出会うように援助する組織。創立者は、聖保セ,ホセマリアエスクリバーである。本部長者は、 ローマシブルのブオッツィ通り73番に位置する。オプスデ本部働く人々に囲まれた、ホセマリアイスクリバー仕事をはじめとする日常生活のすべてを成果し、信仰に100%合致した生き方を送るよう、あらゆる条件、身分の信者を励ますことが目的である。神との親子関係とミサを精神的な基盤とし、社会の中で感想生活を営む。自由を尊重し、 愛徳と協調をもって、イエス・キリストを伝えることなどが挙げられる。また、日常の仕事を神と隣人のために心を尽くして、果たし、仕事を、成果することを務めとしている。オプスデーの精神の特徴、聖ペトロ大聖堂外壁にある聖ホセマリア像、現在の俗人区長、オカリス氏、オプスデーに所属するには、超自然的召し出しが必要である。 全生涯を神への奉仕と、すべての人は仕事と日常生活を通して生成に至ることができるという教えを広めるために、神に招かれていることが必要なのである。オプスデーに所属したとしても、普通の市民であり、カトリック信者であることに変わりはない。それまでと同じように、司教区に属しており、政治的あるいは宗教的、文化的な活動を自由に行う。俗人区、 オプスデーと交わす約束は契約の性格を持つものであって、修道会に固有な製品、締結、従順からなる請願ではない。オプスデーへの所属によって、それまでの仕事や社会生活が変わることもない。世間から離れて生活するのではなく、まさしく世間の真っただ中で生きるのである。オプスデーの証明は、日々、家庭や街中、職場において、 神と出会うことにあるからである。こうして神と共に生きる喜びを人々に伝えていくのである。したがって、オプスデーが所属する信者たちに励ますことは、彼ら自身が生成を追求するとともに、彼らの関わる人々が仕事や困難、日々の単調な仕事といった小さな事柄において生成を追求するように助けることである。オプスデーのメンバーは、 普通のカトリック信者であり、自分の受けた証明を、自然さを持って生きる。不必要に証明を見せびらかすこともしなければ、オプスデーに属していることを隠すこともしない。オプスデーのメンバーたちの仕事ぶりやキリスト教の信仰を伝える熱意には、彼らが神と交わした約束が反映している。孫者モンツェグラセス現在、劣勢手続きがすでに始まっている、オプスデーの信者が数名いる。 司教と、司祭、聖職者と、神と、男性と、女性、エンジニア、医者、主婦、学生、大学教授など様々な職業の人がいる。出身地は、スペイン、スイス、アルゼンチン、グアテマラである、エルネスト・コフィーニョ・ドラデルをヨープスデー拡大の、歴史スペインや中南米では、政治家や閣僚、著名な経済人の中にオプスデーの信者が、活動しているケースも多い。 しかし、これは一社会人としての個人の自由な思想、心情の下で活動しているもので、各個人がオプスデーから、霊的な指導を受けるものの、政治的な干渉を受けることはない。教皇庁立成十字架大学名原大学オプス、デーは、教皇庁から正式に認可を受けている、カトリック教会の一組織であり、機関士、ロマーラには、メンバーの移動に至るまで詳しく公開されている。 ところが、小説、ダヴィンチコード及び、同名の映画の中で、あたかも、オプスデーがカルト団体であるかのように扱われていたため、劇中の描写を真に受けて、そのように考える誤解が発生した。オプスデーは、作品中に描かれているものはすべてフィクションであるとの、声明を出している。また中井春すでによるダ、ダヴィンチコードは、なぜ問題なのか。が2006年に出版された。 ありがとうございます。